今日の国家基本問題研究所の議論は、やはり新しい政権が何をしなければいけないかということに集中して議論をしましたね。で、その中でもエネルギー問題、安全保障問題、非常に大きな比重を占めました。核問題について今太田さんからもですね、ありましたように、岸田総理は非常にナイーブだということなんですけど、オーストラリアのケースを見てもですね、やはり核のシェアリングという方向に向かっているわけですよね。そうした問題もありますのでですね、岸田総理にはですね、積極的にこの核の問題をタブーしないで取り組んでいただきたい。岸田さんはね、広島出身でいらっしゃるから、核爆弾のことを非常に気にしていらっしゃる、その気持ちは分かるんです、けれども核の脅威に囲まれている日本の現状を考えると、核兵器は嫌ですよ、非核三原則を守りますよだけでは日本国を守ることができないんですね。日本を守るには相手と同じくらいの能力を持って、これを我々も持ってますよ、これあなたに対する抑止ですよということを見せることなしにはやはり守ることができませんから、ここはただ単純に非核三原則ではなくって、日本国のトップになられた岸田さんですから、日本国と国民を守るために、ここのところのその非核の壁というのをぶち破ってほしいと思いますね。エネルギー問題についても田辺先生からも話ありましたけれども、菅政権はちょっと再エネの方に行き過ぎたと、いうことがあるかと思うんですけども、エネルギー基本計画の見直し、これをぜひやっていただきたいですね。そうですね。で、私たちは岸田さんがこれから1年で辞めるんではなくて、安定した政権をきちんと運営してほしいというふうに思います。その岸田政権の行方について、今晩有本さんも言論テレビにお出になって、言論テレビで詳しく論じます。皆さんどうぞ国家基本問題研究所を応援しつつ、言論テレビもご覧ください。国技研これからも頑張ります。今日も視聴くださってありがとうございました。